の姉妹が死んだ。いてつく部屋の中で、姉さんは病死だった。妹は餓死で死んだ。妹には障害があった。お姉さんは明るい人だった。一生懸命妹の面倒を見ていた。必死になって二人で生きていた。姉さんは役所に助けを求めていた。三回も役所に行っていた。それなのに三回とも追い返された。懸命なる給食活動をしろと言われて。なぜ二人は死ななければならなかったのか。誰に二人は殺されたのか。多分誰かのお世話になれるはず。そんな不確かな理由で二人は死んだ。姉さんは病に倒れた。妹は一人取り残された。電気やガスは止められた。いてつく部屋の中で妹は餓死した。なぜ二人は死ななければならなかったのか。誰に二人は殺されたのか。なぜ二人は死ななければならなかったのか。誰に二人は殺されたのか。